ほど姫の舞子のチャンネルジャック、今週はアレクシー・コデンコさんのバラライカカクテルからです。どうぞ。2月6日月曜日、姫の舞子のチャンネルジャックの時間です。関西地方にお住まいの舞子さんをお呼びしたいと思います。舞子さん、お元気ですか？はい、こんにちは。元気ですよ。こんにちはこんにちは。2月6日第1週目でございます、うん、ね、2月6日はい、ね、早い、うん、舞子さんの宣伝のおかげでこのバラライカカクテル順調に、あ、そう、はい、ね、嬉しいね。頑張ってるからね、コデンコさんも、ね、あの舞子さんもね、うん、いろいろ CD これから出していかなくちゃいけないしまだ自分が CD 出さないと思ってなかったでしょうん、なんか今もわかんない、ね、どういうことかうん、わかんない世界、ね、日本だけじゃないんだよ、世界配信されてんだよね。え、誰が聞くの誰が聞いてんだよ面白いね。面白いよね。本当に。音楽の世界ってね、うん、やっぱりインターネットで音楽を聴く世界ってやっぱり誰がどの国の人が聴いてるかわからないから、すごくこの夢があるんですよ。ああ、なるほどね。でも全然知らない国の名前が出てきたりするわけですよ。そうなんだ。そう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 。だからどんな風に聞こえるんだろうね、日本語が。ねえ、まあいろいろだと思いますよ。ねだから日本が大好きな国ってたくさんあるからね。うん、ありがたいね。やっぱりそういう人がターゲットを聞いてると思います。なるほど、ありがたいね、はい、ですね、舞子さんの宣伝なんですが、うん、まだ過募集中の宣伝です、はい、LINE 公式アカウント友達募集中です。こちらの方をスキャンしていただきますと舞子さんのグループに入れます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですが、ウクライナでは今まだまだ大変ですが、コデンコも戦って頑張っておりますねえ、はい、バラライカカクテル、なんかね、怖いニュースも流れてたりするから心配です ね、 ねえ、お祈りするしか、うん、まあ、本当に何を望むかで平和だね。もう平和じゃないと本当にもうね、どこへも行けないよね、やっぱりね。そう、もう全てはやっぱり平和の上でのことだもんね。ねえ、いや、もうこの年になってやっと分かりましたよ、本当に平和が大切なんだってことで。ねえ、そう、ね、本当にありがたい ね、 ね、屋根のあるところで眠れて食事ができてって ね、 ね、こんな大きな幸せってね、本当に、はい、ぜひウクライナのためにもですね、聞いてください、ね、バラライカコデン、うん、バラライカカクテル、アレクシー・コデンコがやっておりますので、ぜひ聞いてください、ね、よろしくお願いします。 お願いします。本日はどうもありがとうございました。また来週、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャック、今週はアレクシー・コレンコさんのバラライカカクテルからです。どうぞ。